お世話になります。一人でございます。冠の雪原のダイマックスアドベンチャーではジガルデのように圧倒的に強いポケモンもいますが、当然弱いポケモンもいるわけです。弱い奴らはすぐ倒せてしまうのであまり興味ないかもしれませんが、瞬殺されてしかもすぐに忘れ去られてしまう奴らのことが哀れで、まるで私自身を見ているようで他人事とは思えなく、せめてもの最弱の雑魚セブンを選出してあげないといたたまれなくなり眠れなくなりました。そのため視聴者さんから弱いポケモンは何かお教えいただきましたので、今回はダイマックスアドベンチャーの伝説最弱ランキングをご紹介させていただきたいと思います。第7位、種族値 HP107、 攻撃139、防御139、特攻53、特防53、素早さ79、合計570。マッシブーン。マッシブーンは攻撃防御がともに139と一見攻防両方優秀です。ただ最も致命的なのは飛行が4倍弱点であり、レンタルポケモンでしっかり揃っている炎、フェアリー、エスパーも弱点なんです。それで特防は53ですから、ちゃんと特殊攻撃で狙っていけばあんな見た目いかついのにむしろペラックすら感じるかと思います。なので攻撃面については確かに火力は高いですが、やられる前に普通に倒せてしまうことの方が多いでしょう。また攻撃面についてでは技が挑発と外れやすい爆裂パンチがあり、割と腐りやすい技も揃っているんですよね。そして我々にとって最も驚異的である全体攻撃は持っていないので、たとえ後半になっても一旦で倒せるのは3体未満であり、よほど運が悪くなければ負けることはないでしょう。ただグローパンチでは攻撃が上がり、ビーストブーストでも攻撃が上がり、飛びかかるで味方の攻撃が下げられたりしてと、こういう不幸が積み重なると味方にいいポケモンが揃っていなければ倒される危険性もそこそこあると思います。故に第7位にランクインです。第6位、種族値 HP70、 攻撃130、防御115、特攻85、特防95、素早さ75、合計570。カプブルル。カプブルルは見た目がごついだけあって種族値的になかなか攻防ともに優秀です。ただ細かい点を見ていくと弱いポケモンだとわかるかと思います。攻撃面についてはバカ力、メガホーンは非常に強力ですが、タイプ一致でない上に命中率が低いです。ウッドハンマーについては強いですが反動があります。怖い顔も覚えていますが、ダイマックスアドベンチャーにおいては素早さダウンは他の能力ダウンよりははるかにマシかと思います。ウッドホーンもやってきて回復はきついんですが、威力75で強すぎるほどは強くないと思います。このようにどの技も一癖あって欠陥があるんですよね。唯一グラスメーカーで草技の威力は上がりますが、こちらもダイマックスはできるのでフィールド張り替えもそんな難しいことではなく対策できるんですよね。そしてこいつも全体攻撃がありません。まあ、正直これが一番大きな理由なんですけどね。防御面については毒が4倍弱点であり、炎、鋼、飛行、氷も弱点で、弱点が多いので非常に戦いやすいと言えるでしょう。かつこれらのタイプを用意できたら相手の攻撃技も半減しやすいやつが多く、防御面でも生きてきます。ただ全く対策せずに行っても勝てるかと言われたら火力はそこそこあり、負ける可能性も普通にあります。故に第6位にランクインです。第5位、種族値 HP115、 攻撃115、防御85、特攻90、特防75、素早さ100、合計580。エンテイ。エンテイはまず前提として種族値が微妙です。火力も中途半端で耐久においてはむしろ弱めだと思います。なので特に怖いような点、注意すべきような点がほぼなく、この時点でかなり戦いやすいポケモンと言えます。具体的に見ていくと、攻撃面では後半になるまでは技が火炎放射、噛み砕く、怖い顔、神速であり、全体攻撃がありません。さらにタイプ一致が火炎放射だけですし、エンテイの特攻種族値は90なので単純に強くありません。噛み砕く神速は強い技ですが、タイプ一致ではないので火力は中途半端と言えます。そして怖い顔は対象が1体であり、かつ素早さ2段階ダウンであり、やはりダイマックスアドベンチャーにおいては攻撃や防御を下げられるよりはきつくはないでしょう。で、後半になってやってくる技として火炎車がありますが、威力60であり脅威は1ミリもありませんと、こんな感じで一言で言えば弱いです。炎の帝の片鱗は45億年探しても見つけられないでしょう。ただダイバーンをやられて天候が変わり、対策として用意していた水タイプの威力が弱まって倒しにくかったり、相手の炎タイプの火力が上がってしまい苦労するということも場合によってはあると思います。故に第5位にランクインです。第4位、種族値 HP75、 攻撃75、防御130、特攻75、特防130、素早さ95、合計580。ユクシー。ついでにアグノム、エムリット。一応ユクシーをメインとしてランクインさせていますが、アグノム、エムリットも
同じ順位としてランクインさせています。というのも別々でランクインさせてしまうと全員雑魚セブンに入ってしまい、またこいつら無理と言われてしまいそうで、つまりランキングがつまらなくなるので3匹同列としました。でなぜこいつら全員がランクインしたかというと、それは一人に攻撃も防御も微妙すぎるというのがあります。3匹の違いは種族値で、ユクシーが防御、アグノムが攻撃、エムリットは平均的に高いという特徴があるので一括りにはできません。ただ3匹とも未来予知みたいな癖のある技を除けば一番強力な技がサイコキネシスで、威力90で確かに強いんですが、効果抜群で入ることもそんななく、こいつらの中途半端な火力で撃ったところでほとんどの場合ワンパンはされません。スピードスターという全体攻撃もありますが、威力60のタイプ不一致なので空気に殴られた程度のダメージしか受けません。防御面についても、結局防御の種族値が高いユクシであっても HP の種族値が3匹とも低くて、ドイツもそんな大差なく脆いんですよね。またあらゆるタイプの技が効果抜群は少ないものの、等倍で入るのでそんな対策しすぎないでも戦えます。なので3匹に違いはあっても、どの面においても体感としてはそんな大差なく、ドイツらもほぼ等しく弱いんです。ちなみにこの中でなぜユクシーをメインとしてランクインさせたかというと、防御面で強いと言っても他のやつらと大差ない上に、それでいて技も弱いものばかりだからです。エムリットはドレインキッスで回復できたり、アグノムは全体攻撃のマジカル社員があり、ユクシーよりわずかながら強いんですよね。まあ、タイプ1じゃないんでそんな火力は出なく、やっぱ大差ないんですけどねとにかく弱いというより全く強くないため勝ててしまうんです。故に第4位にランクインです。第3位、種族値 HP100 攻撃75防御115特攻90特防115素早さ85合計580。スイ君、まさかの金銀の順伝から2体目のランクインです。スイ君はダイマックスアドベンチャーで一番初めに戦うポケモンであり、ダイマックスアドベンチャーのやり方を知るための戦い的な側面もあるので、そういう意味でまず弱く設定されているのかと思います。まあ弱いから最初に設定されたのかもしれませんけどね。ニワトリが先か卵が先かという話です。まあスイ君はニワトリじゃなくて犬もどきだし卵を産まないんですけどね。でスイ君の弱さはユクシーらと同様にその中途半端さにあります。攻撃面では種族値が攻撃75で特攻90であり、数値だけでも弱いことが分かるでしょう。で技も後半になるまではタイプ1の技はアクアブレイクだけで、威力85でそこそこですが、物理技ですからそんなに高火力じゃないんですよね。他にも神速も物理技であり、かつタイプ不一致ですから弱いで、物理技が多めなのに瞑想があるんです。なので積まれまくっても、まあ、怖いっちゃ怖いですが、冷静に考えると恐れすぎるほどの脅威ではないんですよね。タイプウィッチの神通力のために積んでいるようなものです。まさにスイ君の瞑想と言えるでしょう。後半になると水の波動をやってきて特殊技だし、 20% の確率で混乱するし、瞑想の恩恵も受けられるので危険にも思われますが、対象は1体だし元々の威力が60なので意外と耐えられたりするんですよね。でスイ君といえば水タイプのみで弱点が少なく、種族値的にも高耐久ですが、やっぱりバトル用に育成されておらず、我らが突撃直機を持っていなく、我らが熱湯もやってこないので全然うざくなく、あまり高耐久には感じないんです。むしろ単タイプであり、等倍で入るタイプもちゃんとあるので、ちょっと対策を見せても安定して戦えます。というかすぐに倒せなくても火力が低いんで倒されることはなく、結局勝てることが多いんですよね。故に第3位にランクインです。第2位、種族値 HP59 攻撃181防御131特攻59特防31素早さ109合計570。神剣、神剣は一言で言えばペライ、これにつきます。防御種族値は131で強そうにも思えますが、 HP 種族値が59であり、まあペラクは感じるんですよね。特防においては31ですから、まるで3段階進化のポケモンの一番初めのポケモンのようです。それでいて4倍弱点が炎タイプで、結構メジャーなタイプであり、かつ特殊技もちゃんとあるタイプなので、これさえ揃えればもうほぼ対策はいらないくらいです。他の弱点は格闘タイプだけで、あと半減タイプも多いですが、結局効果今一つでもあまり関係なく、持ち前のペラさで勝手に倒されてくれるんですよね。それでいて攻撃面は、せっかく攻撃種族値181ですが、特攻種族値が59であり、威力40の真空波と、全体攻撃ですが
威力60のエアカッターというもともと弱いようなタイプウィッチの特殊技が揃っています。唯一のタイプ1の物理技としてリーフブレードがあり、威力90と強力ですが、全体攻撃ではないため強力すぎるほどは強力ではありません。残りの技は剣の前のみで、これはリーフブレード専用強化技となり、他の技では腐るので神剣にとってはネガティブな意味でのワンチャンしかないでしょう。さらに神剣のタイプである鋼タイプ技についてはそもそも存在すらありませんと、このように神剣自体の脆さもありますが、それよりもまるで私たちにとってのレンタルポケモンかのような技構成でその絶大な弱さを築いているのです。故に第2位にランクインです。栄えある第1位。種族値 HP71 攻撃137防御37特攻137特防37素早さ151合計570。フェローチェ。フェローチェはフルーチェみたいな名前の通り、一言で言えば脆い。それは種族値だけで証明できます。種族値は防御特防ともに37。ただ魚の骨せんべいみたいな見た目で、神剣よりもすっスカスカな気がするのに、 HP は神剣の59よりちょっと高い71。まあ普通のポケモンと比べたら高くはないんですけどね。でこんだけペライのに飛行が4倍弱点であり、炎、フェアリー、エスパーが弱点と、普通にレンタルポケモンの中にしっかりいるようなタイプが弱点となっています。神剣よりも弱点が多く、神剣は防御種族値131と意外と高いので、フェローチェの方が耐久面で圧倒的に弱いと言えるでしょう。攻撃面については一応全体攻撃であるスピードスターはあるもののタイプ1じゃないですし、元々の威力が60ですからそこまで強くはありません。他の飛びかかる地獄突きは威力80であり、飛び膝蹴りは威力130で普通に強い技ですが、結局ペラすぎてこっちがすぐに倒せてしまうので、全体攻撃などの大逆転できる強い技がなければなかなかこっちが負けることはないんですよね。しかも飛び膝蹴りを外すこともあるので勝手にやられてくれるケースすらあります。まあとにかく一言で言えば突き抜けてペレー。故にダイマックスアドベンチャーにおける最弱はフェローチェとさせていただきます。ということで今回はダイマックスアドベンチャーの最弱ポケモンを挙げさせていただきましたが、これは視聴者さんの意見をかなり参考にしたもので、私個人的な意見とは大きく違うものでした。というのも最強のポケモンを決める以上に、最弱のポケモンはどのポケモンも少ないターン数でかつ対戦回数も1回で済んでいるポケモンが多く、印象に残っていないケースが多いためかなり個人差が出ているのでしょう。しかも最強のポケモンについてはコミュニティ欄で意見を募った際は300件以上のコメントをいただけたのですが、今回はなんとコメント数が17件。私の人望のなさが露呈しまくってしまいました。もはやどんな最弱ポケモンより私一人こそが最弱にふさわしいことでしょう。ただ後からツイッターでのリプをくださった方もおり、幾分か意見が集まりましたが、それでも最強の方よりは正確なランキングにはなっていないでしょう。こんな状況下の中、コメントリプくださった方には本当に感謝しております。こんなクズに救いをありがとうございました。とにかく弱いポケモンの傾向はウルトラビーストと順伝たちということですね。まあ当然ちゃ当然なんですけどね。最後に、私はこの動画を作ってフェローチが一番弱いと決めた人間なんですが、私こそが本当に一番弱い人間だと気づかされ落ち込みました。なので、静香ちゃんのお風呂をチェックして癒されてきます。ロイストじゃないほら。